9月4日に行われた J1 リーグ第26節湘南ベルマーレ対鹿島アントラーズの試合で下されたジャッジが物議を醸している。試合は鹿島アントラーズが佐野海舟の J1 初ゴールで先制すると、湘南が前半のうちに2点を取り返して逆転するなど非常に見どころの多い試合展開で進行する。拮抗した状況の中、問題のシーンは67分、鹿島の知念が相手ディフェンダーを背負いながら反転して放ったシュートはゴールポストを叩きバウンドして枠外に出てしまう。スローで見るとゴールラインを越えているようにも見え、鹿島ベンチも岩政監督を中心に猛アピール、入ってる入ってると口々にアピールを行うも、 VAR でのチェックも終わり、ゴールラインは割っておらずノーゴールという判定となる。このジャッジに鹿島サイドが抗議するも判定は覆らず試合は再開。 SNS 上ではこれがゴールじゃないのは日本の審判はおかしい、納得いかない、擁護できない大問題などサポーターの不満が溢れている。最終的に試合は上田の魂のダイビングヘッドが PK を呼び込み、鹿島が試合終了間際に同点に追いついて2対2の引き分けに終わっている。もしあのシュートが決まっていたら違った結果になっていたかもしれないだけに、サポーターにとっては納得のいかない判定だった。